ライトンの三笘薫さん、思ったよりヤバい選手なのかもしれない。今シーズン10ゴール以上したら日本人歴代最高で確定。プレイの花とか市場価値はもう十分だから、あとは数字残せばみんな文句なしやろ。三笘って守備もうまいよね。三笘って突如現れたよな。結構前からなんて代表呼ばれないんやろという感じではあった。周りと合わないとか持ちすぎ、一人よがりドリブルとか監督と一と合わんとか言われてた。みんな見る目がなかっただけ。俺もここまでとは思ってなかった。